トーマス・エイ・エジソンは、アメリカ海軍の原子力潜水艦。イーサン・アレン級原子力潜水艦の3番艦。艦名は、トーマス・エイジソンにちなんで命名された。その名を持つ艦としては2世紀目。トーマス・エイジソンの建造は1959年7月1日に、コネチカット州クロトンの、ジェネラルダイナミクス、エレクトリックボート社に発注され、1960年3月15日に、 帰港した。1961年6月15日に、マドレーン・エジソン・スローン夫人によって、命名、浸水し、1962年3月10日に、ブルーハンのチャールズ・エム・ヤング艦長及び、ゴールドハンのウォルター・デドリック艦長の指揮下収益する。東海岸で、成長訓練中の4月9日、トーマス・ A、エイジソンは、駆逐艦、ワドレーと衝突した。 その後サウスカロライナ州チャールストンでミサイルを積み込み、11月7日に最初の戦略抑止商会に出向する。商会はスコットランドのホーリー・ロッホで完了し、続く4年にわたって同地を拠点として17回の商会を行った。1966年9月に最初の後半オーバーホールに備えて、エジソンの母校はコネチカット州ニューロンドンからチャールストンに変更された。 1966年10月15日にチャールストンで17回目の紹介を完了し、10月28日にオーバーホールを開始する。作業は1968年5月9日に完了し、オーバーホール後の成長及び行師後1968年9月22日に18回目の紹介に出向する。続く5年にわたってニューロンドン及びスペインのロタから、 大西洋でさらに19回の紹介を行う。1973年六月、エジソンは太平洋艦隊に配属され、7月11日にカリフォルニア州サンディエゴに到着した。第5潜水艦部隊との短期間の活動後、8月6日にバレエオに移動し、メアアイランド海軍造船所でオーバーホールを受ける。1974年11月30日に補修は、 完了し1975年の1月から2月にかけて成長が行われた。3月にパナマ運河を通過し、フロリダ州ケープカナベラルでミサイル発射試験を行う。試験は7月に完了し8月8日に再びパナマ運河を通過した。エジソンは西海岸沿いに作戦活動を12月まで行い、その後新たな母校のグアムに向かった。1981年には、 第一次戦略兵器制限交渉に従って、トーマス、A ・エイジソンのミサイル発射艦が使用不能にされた。ミサイル発射艦にはセメントが注入され、ミサイル管制システムは撤去された。艦は1980年10月6日に攻撃型原子力潜水艦に艦種変更され、SSN-610 の船隊番号が与えられた。その後は、 主として訓練及び対戦水管演習に使用され、1983年12月1日に退役、1986年4月30日に除籍された。トーマス・エイ・エイジソンは原子力艦載利用プログラムに従って、ワシントン州ブレマートンで1996年10月1日に解体が始まり、1997年12月1日に作業は完了した。 ありがとうございます。